それでは本日、インクアーティストのユミさんのお話を伺いたいと思います。今日楽しみにしておりました。どうぞよろしくお願いします。お願いいたします。それでは、最初に簡単に、どんなことを活動されているのかお話をお伺いしてよろしいでしょうか。お願いします。アルコールインクアーティストの由美と申します。アルコールインクアートって、まだ世の中には、深く浸透しているものではないかもしれないんですけれども、ここ2、3年で、流行り始めた、新しいアートになります。どんなものかと言いますと、私の今背景に映っているものが私の描いたアルコールインクアートなんですけれども、なんかポスターみたいなツルツルした紙に、インクとエタノールを、乗せて混ぜて、ドライヤーだったり、ブロワーだったりの風を使ってですね、筆でタッチすることなく描くアートになっています。はい。こちらを、今、作っ、描いています。はい、ありがとうございます。私もね、アルコールインクアートってね、結構インスタとかで見て素敵だなと思ってたんですけれども、このね、由美さんの花ばっかり、花びらがこう舞うような優しいものをね、インスタにアップされてて、とても心が惹かれたので、お声をおかけさせていただきました。ございます。それでは早速、お話をお伺いしたいと思うんですが、まずは、どのような夢やビジョンをお持ちでいらっしゃいますか？アルコールインクアートで、ですね、アルコールインクアートを通じて、世の中の人たちに、笑顔になっていただけるようなアートだったり、それで、気持ちが優しい気持ちになったり、温かい気持ちが生まれたりとか、あと、明日への活力になったりとか、そういうアートをですね、お届けしていくことで、世の中の方々の役に立っていきたいなと考えています。ありがとうございます。先ほどちらっとお話をお伺いしたら、かなりね、由美さん繊細な方でいらっしゃって、いろんな、自分以外の方の感情とかいろんなものを感じてしまうっていうことをお話しされてらしたんですけれども、またそういう繊細だからこそ、このインクアートのこう魅力を表現できるっていうこともあったりするんですか？はい、そうですね。体質として HSP の体質を持っているので、周りの方々の思いとか感情とかそういったものを受け取り、安い体質を持っています。で、それが昔はその自分の感情なのか、その受け取った感情なのかがわからない状態があって、それはこの HSP というものが分かるまではすごく苦しかったんですけれども、それが分かるようになってから、自分のものなのか相手のものなのかを切り分けることができるようになりました。で、自分自身の思いをアートとして表現するっていうこともできますし、相手から受け取った思いをアートに表現するっていうこともできるっていうところが、繊細さの、特徴にもなるのかななんて思います。はい、ありがとうございます。ね、もともとね、日本人は細やかで、繊細ではあるんだけれども、そういう繊細、より繊細な、特徴を持っていらっしゃる方にはね、そのアートの部分っていうのは、すごくこう、なんだろうな、共有、共感もできるし、すごく才能、ある種、その特殊な才能も活かせるんじゃないかなって、すごく感じました。はい、それでは2番目の質問なんですが、まずその夢を実現するためにどんな目標や計画を立てていらっしゃいますか？ですね、私はやりたいことはたくさんあるんですけど、それをあんまり目標とか計画っていうところに落とし込むっていうことをしないように実はしています。で、
その目標にしてしまうと、もう意識がそこに行ってしまって、その目標を達成することに、注力してしまいそうな感覚があるんですね。自分に枠ができてしまいそうというか、その見えない枠があることで、自分の想像の範囲を、超えられないような感覚があります。もうそのやりたいことはありながら、目標とかそういったこととして、持つのではなく、それを手放すことで、手放すというか取り払うっていうことで、思いもよらない、ご縁に出会えたり、するっていうことがあるんじゃないかなと思っていて、なので、手放して目の前にあることに一生懸命取り組むっていうところが、あるので、目標としては立てていないですね。ありがとうございます。ね、今そういう方も多いですよね。やっぱりこう、今ね、この瞬間に生きる。で、今ここにフォーカスして生きることによってご縁がどんどんね、つながっていくので、あえてそういう形を取られている方もすごく多いと思います。はい、ありがとうございます。では3番目、まあ、特に目標計画を立てられてないってことなんですが、日々、まあ、逆にその自分がやっていきたい表現を表現したいっていう中で、日々毎日こう大切にしていることとか思いとかあれば教えてください。そうですね。大切にしているのはやはりご縁を大切にしています。今回思いもよらないところで、リライズニュースさんとのご縁もいただきましたし、そういったこうつながりを一つ一つ大切にしていくと、自分の、今まで知らなかった世界っていうのがどんどん知っていけるようになって、世の中が広がっていくと思うんですね。で、そこの一つ一つに一生懸命向き合うことで、こう自分自身もどんどん研ぎ澄まされていく感覚がありますので、そういうこう、目の前のことを大切にして一生懸命取り組む、そこを私は大切にしています。ありがとうございます。ね、ご縁も大切にしてくださってね、本当に今回もかなりいろいろとやり取りをさせていただいたんですけれども、まあ、逆にその自分自身に対するね、こだわりっていうものが変にないのでね、どんどんなんかすごくこう、吸収されて、どんどんなんかね、拡張されていくイメージがあって素敵だなと思いました。はい。それではですね、4つ目なんですが、そのアルコールインクアート、ね、まあ、世界よ、周りの人を笑顔にしたいっていう、その夢、ビジョンを持つきっかけっていうのは何かあったんですか？そこまで行き着く何かこう出会いだとか発見とかお伺いしてよろしいでしょうか？ですね、今、アルコールインクアートだけではなくて、会社員としても仕事をしています。で、そこで、やっている仕事があまり自分には向いていないんじゃないかなっていうふうに感じるようになって、5年ぐらい前から、自分の、転職になるものを探していました。で、いろいろ本などを読んでいく中で、その転職を、の見つけ方を、学んで、その中で、こう、幼少期に好きだったことってな、あの、が、まあ、転職につながるっていうことを知りまして、じゃ幼少期自分はどんなだっただろうな、何が好きだったかなっていうのを、思い起こしてみたときに、絵を描くのが好きだったなと思いまして、で、アルコールインクアート、まあ、そこから、いろいろ探していく中で見つかったのがアルコールインクアートでした。で、そこがきっかけになるんですけれども、アルコールインクアートに出会って絵を描くようになって、で、すごくですね、自分が息ができるなっていう感覚を持てるようになりました。それまではすごく、
息苦しかったんですね。生きている感覚もなかったし、とても息苦しかったなというところがあります。それは幼少期を振り返ってみると、その頃からずっと息苦しかったんですね。周りの方々と感覚が合わなくて、でも子供なので、それをがどういうことなのかもわからなくて、ずっと自分を抑え込んだまんま生きてきたと思います。で、その中で、ずっと、まあ、だんだんそのまま大人になっていくんですけど、まあ、ずっと苦しいまんまでした。で、社会人になってからは目の前の仕事がすごく忙しくて、そういうことも考える間がないまま、ずっと生きてきたんですけれども、その間もずっとずっと息苦しいなっていうことがあったんだなというのが、そのアートに出会って初めて気づけたことでした。このような形でよろしかったでしょうか。すみません。そうですね、やはり多くのね、日本人は特に合わせて自分の心をね、感情を抑えて我慢して、まあ、とりあえず働くっていうことをしているので、今なんかね、本当に皆さん全身中毒だから、立ち止まるっていうことがないと思うんですよね。なので、由美さんが立ち止まって、その絵を描くことでね、気づかれたっていうのは本当に、素晴らしいなと思います。で、その、まあ、じゃあ、アルコールインクアートに出会ってから、まあ、どんな変化があったのかなどもお伺いしてよろしいですか？その、今まではね、ずっとお仕事、お仕事、お仕事でやってきて、で、やっぱり仕事がちょっと向いてないのかなと思ったときに、じゃあ自分には何が向いてるんだろうっていう追求が始まって、で、自分の心とぴったりなものに出会って、今活動、お仕事と両方やってらっしゃると思うんですけれども、このアルコールインクアートを表現することで、まあ、どんな変化があったりとか、喜びがあったりとか、そのあたりも、お伺いしてもよろしいでしょうか。変化ですね。たくさんの出会いが、あるようになったのと、そういう出会いの中で、自分自身が積極的に動けるようになったっていうことはあるのかなと思います。そうですね。やはり、その積極的に動くと、ご縁っていうのはどんどんたくさん、キャッチすることができるようになって、それで世の中が広がっていくっていうこともあると思いますし、これをですね、アルコールインクアートに真剣に向き合って、ここをお仕事にしていきたいと思った時に、今の仕事をですね、辞める決断をしたんですね。で、まあ、会社にこう退職をっていう話をしたんですけれども、アートと仕事と両方続けられる道っていうのが相談していく中で見つかって、それで、今、両方ができている状況にあるんですけれども、多分、アルコールインクアートに出会ってなかったら、苦しいままずっと会社の仕事だけをやって人生を終えていたんだろうなと思うんですけれども、出会ったことで、そうやってこう自分で変化を起こせるようになってきた。働き方改革で今、週休3日で仕事をしてるんですけれども、それも周りの人たちも応援してくれていて、仕事との両立ができるようになっているっていうところが、大きな変化だったのかなと思います。ありがとうございます。すごくこうバランスがいいですよね。なんかこうともするとどっちか一つじゃなきゃダメってこうね頭で思ってしまうんだけれども、その
自分の中にある表現を自由にできることによって、またそのちょっと苦しかった職場に対するこうイメージが変わったりとかってあるんですか？ああ、イメージ、そうですね。職場環境自体に苦しさっていうのは全くないんですけど、仕事の内容がすごく難易度が高い仕事だったりして、それが苦しいっていうのはあったので、職場に対するイメージはそんなに変わってないのかな。でも、みんながですね、私のアートをすごく応援してくれるようになってるっていうのはあるかもしれないです。そうですね、こういう売り方をしたらいいんじゃないとか、こういう商品作ったらいいんじゃないとか、今こういう展示会やってるから応募してみたらとか、いろんな情報をくれたりとかですね、今どんな状況なのとか、気にしてくれるっていうことが、そうですね、職場のイメージではないかもしれないですけど、職場の人たちの変化かなと思います。ありがとうございます。その難易度が難しいお仕事は今もされていらっしゃる。い、あ、してまそうなす。んですね。はい。でもそれに対する苦しさがちょっと変わった感じなんですか？あ、そうですね。苦しいのは苦しいんですけど、でもその難易度の高い仕事をどうクリアしていくかっていうところをやっぱりすごく考えたり、その仕事を通じていろんな経験をしていくっていうことが、そこがアートにもつながっているなと思うので、両方あることが私にとってすごく大事なんだなって気づいてからは、そこまでの苦しさは、以前のような息苦しさはなくなっています。ありがとうございます。すごい、ある種の新しい働き方ですよね。なんかこう、自分の好きなアートだけに没入、集中するわけではなく、若干難しかったり苦手だなって思うこともチャレンジすることで、なんかこう、さらにね、意識が拡張して、表現もまた変わっていきそうなイメージがすごくきたので、なんかそれを会社も認めてくださるっていうのは、なんかこう、素晴らしい環境だし、ある種ね、新しい働き方、そういう働き方、いきなりね、そのアート一本でっていうのね、難しいってこともあるかもしれないんだけれども、両方やりながら、両方にとってこうメリットがある、職場にとっても、ユミさんのアート活動にとっても、なんかすごくこう、バランスよく広がっていく、お互いがこう成長できるような、なんか、素晴らしいなんか働き方をされてるんだなとすごく感じました。あ本当りがとうにありがたごいことで。ざいます。はい。ではですね、そろそろお時間になりましたので、最後に、まあ、見ていらっしゃる方に、まあ、皆さんに対するメッセージでもいいですし、今ね、その繊細さんっていう、よりこう、敏感でセンシティブな、ある種の才能ですよね。そういうのを持っていらっしゃる方などもいらっしゃるので、何かユミさんが今感じていらっしゃること、メッセージを聞いていらっしゃる方に話していただけたらと思います。そうですね。自分が繊細さを持っているからこそなのかもしれないですけれども、人それぞれの価値観ってすごく今、以前に比べてもっともっと多様性があると思うんですね。で、それを押し殺していた世の中から、今はそれぞれの価値観をそれぞれみんな大切にできる世の中になってきてるんじゃないかなと思っていて。で、私は私自身、自分の価値観を抑えるっていうことが苦しかったっていうのを幼少期からずっと体験しているので、相手の価値観を抑えるっていうことに対しても結構敏感でいるところがあって、相手の価値観も大切にしながら、自分の価値観も大切にして、共にそれぞれ違うことを認め合いながら、お互いみんな幸せに生きていくっていうことができる世の中になったらいいなと思っています。で、それは一人一人がそこに
意識を少し向けるだけで、ちょっとずつでもそういう世の中に変わっていけるんじゃないかなって思っています。で、私がこのアートの活動をすることによって、こういう考えの人がいるよとか、こういう生き方もあるよっていうのを知っていただけるっていうのも、人の、お役に立てることの一環だと思っていますので、ね、そういう、世の中の貢献の仕方っていうのができたら嬉しいなと思っています。ありがとうございます。本当にこれからね、心時代なので、共にね、お互いのその繊細な部分も、認め合いながら、尊厳でないものは何一つないので、新たにね、尊厳ある心時代をみんなで作っていけたらと思いました。はい、今日は貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございました。